北東洋大学の宮尾くんの16m28、この大きな跳躍をもちまして男子の三段跳び競技終了となります。さて女子の三段跳びは5回目に入りました。5回目最初に跳躍を行ったのは大塚さんです。青山学院大学 12m47 とこちらも記録を伸ばして順位は3番に上がります。続いては駿河台大学田口さんの跳躍。ここで女子の 100m 2組の結果確定いたしました。7レーンの神田鶴さん、韓国が12秒01、そして3レーンです、駿河台大学埼玉の森田ノアさんが12秒03、そして5レーンハイヤー富山の高須彩香さんも12秒07です。女子三段跳び、続いては長谷川体育施設剣持咲さんの跳躍です。じゃあ100決勝スタート準備完了だそうです。はい、剣持さん狙いですね。さあいよいよ女子 100m 競争は決勝です。さあ皆さん一人一人に熱いご声援をお願いいたします。愛知県は駿河市松本紗弥子、兄は法政大学佐藤瑠穂、さらに上智大学鈴木和葉、4年住友電工三ヶ瀬みどり、5レーン MUG 松林玲香、6レーンセレスポア三浦里奈、7レーン日本女子体育大学山崎優子、8レーン渡辺パイプ竹内紗友香。さあ、瞬きしている暇はありません。女子 100m 競争は決勝です。オンヤマーク。さっきに決まってこれが決勝、予選を進めた人からして最終的に決めるに今から、またな記録だぞ。さあ速報はやめ、さあ風が冷めながら向けると0.6m ですが、風にも負けず風林火山は風のように速く11秒で、ただ決勝も大会記録を上回っています。4名は三笠さん11秒4で見事この 100m